明日、2022年12月29日は、待ちに待った爆竹の日本武道館公演でございます。どうも、かげろです。いつも動画をご覧になっていただき、ありがとうございます。はい、ということで、ついに、明日ですね、やってまいりました。明日、2022年12月29日は、待ちに待った爆竹の日本武道館公演でございます。爆竹ツアー、The Best 35th Anniversary、フィナーロ、in 武道館ということでですね、フィナーロってどういうことかなと思ったら、リトアニア語で最後のとかね、エスペラント語でフィナーレとか、そんな意味があるらしいんですけどもね、フィナーロ。やっぱり年末は爆竹を武道館で見ないと年を越せないとかいう方結構いらっしゃるのではないでしょうか。私もその一人でございますけれども、ついに明日に迫ってまいりました。敵の方はですね、私はまあ2階席の方でしたけれども、去年がですね、結構いい席で1階アリーナの結構前の方だったんですけども、今年は2階席と。まあ2階席もね、いい席で。武道館というのはこうすり鉢状になってますんでね、こうどの席からもこう見渡せるというか、展望がわかるというか、悪い席なんてないと思います。非常に楽しみしてるわけなんでございますが、明日ライブが終わった後、このかげろチャンネルで打ち上げ、明日ライブが終わった後ですね、私急いで自宅に帰ってきます。そうしましたら YouTube 生配信をですね、 YouTube ライブをしようかなと思ってますので、どうか打ち上げ的な感じで混ざっていただけるとありがたいかなというふうに思っております。打ち上げ配信的な感じですね。まあ今年は爆竹のアニバーサリーイヤー35周年ということで、めでたい年でもございましたので、まあ、そういったことをですね、皆さんと分かち合いたいかなと思っております。ですので、帰ってきてですね、急いで帰って、ちょっと時間はですね、ライブが、コンサートがですね、オープン17時半、スタート18時半ですので、おそらくまあ3時間ぐらいはやるであろう、9時半ぐらいまでは多分ライブ会場にいるであろうということを想定して、そこからマッハで帰ってきてですね、まあ多分でも11時近くはなるかと思います。23時近くになるかと思うんですけれども、 YouTube ライブ、その日の熱い感想をですね、私述べたいと思います。ぜひ皆様ですね、打ち上げ気分で、混ざっていただければなというふうに思っております。で、 YouTube ライブでですね、まあちょっとやったらですね、その後昨日動画で出しました、私ライブ配信始めたよっていうね、ライブ配信アプリ始めて、ポコチャというライブ配信アプリで生配信毎日しておりますので、そちらの方でも配信しようと思ってます。そちらはね、まあ二次会的な感じでやっていただければなというふうに思いますので、 YouTube ライブをやって、その後にポコチャライブをやります。移動していただく形になりますけれども、そちらの方もぜひよろしければ、混ざっていただいてですね、爆竹35周年の締めをですね、皆さんと一緒に分かち合いたい、皆さんと一緒にですね、余韻を楽しみたいかなというふうに思っておりますので、ぜひともですね、ご参加お願いいたします。ということで、明日12月29日日本武道館での爆竹のライブ、非常に楽しみです。どんなセットリストで来るんでしょうか。ちょっとセットリスト変えてくるのかなっていう。ということで、明日の夜、YouTube ライブ、ポコちゃんお待ちしておりますので、ぜひ皆様、フルでご参加くださいませ。かげろうでございました。明日、楽しみですね。爆竹35周年の最後にふさわしいステージを期待しております。それでは、かげろうでした。バイバイ。